いただきます。はい、おはようございます。月曜日始まりましたね。今週も頑張っていきます。ちょっとね、肌寒いけど張り切っていきましょう。今週もレッツゴー。いただきます。おはようございます。今日はね、大学とインターン頑張りたいと思います。
はい、おはようございます。この日はね、10月23日水曜日ですね。すいません、今回もちょっとね、最後ちょっと編集する時間がなかったので、最後だけねアフレコで行かせていただきます。まあはい、そういうこともありますね。で、はい、まず朝はね、いつも通り準備をして、まあ、この日はですね、インターンが終日あるので、まあね、朝出社して、あとはまあ夜勉強できればいいなっていう感じのムーブをしていきたいなと思っております。というわけで、いつも通りパソコンを取り出して、朝はまあ大体新聞を読むっていうのがね、もう決まってますよね。で、なんかこう朝ね、あんま早く起きれないので、もう朝ね、新聞ちょっと読んだら、ちょっと読んで、まあメールとか返信してっていうところをやったらね、もうすぐ家を出る時間になってしまうので、もうね、全然朝活できないんですよね、いつも。本当はもっと早く起きて、まあ、勉強とかしたいんですけど、ちょっと朝弱すぎるので申し訳ないなと。まあ勉強 Vlog はこんなんでいいのかっていう話なんですけど、はい、というわけで、このままいつも通りね、出社したいと思います。で、まあ今作ってるアプリの方なんですけど、ちょっとね、なんていうんですかね、利益が少なそうっていうところが分かってきたので、ちょっとね、今中断する可能性もあって、まあ、またね、なんか新しいのを思いついたらそれを作るっていうね、まあそういった感じで、はい、方向転換していきます。まあでもあれですよね、新規事業なんてそんな感じですよね。まあ、打率1割でも全然一発当たればいいみたいな感じだと思うので、まあね、気長に人生かけて、なんかやりたいことあればやっていこうかなと思っているので、まあまたね、ちょっとまた振り出しに戻る感じはありますけど、アイデア出して形にしていけたらなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、さあ夜はですね、基本情報の過去問を解いていきますと思ったら、タイムラプス撮影ミスしてました。なんかたまにこう撮影ボタンを押してもね、保存されないことがあるんですよね。まあそんなことはよくて、今回はここまでです。おやすみなさい。